そうですね、こうステージに立つ前に、会場のこう風景というかな、景色がバーって見えたときに、5年前と少し違った景色がやっぱ見えて、なんか同じ場所に帰ってくるっていうことってなかなかできないと思うんですけど、こうやって帰ってきて、なんか自分しか知らない自分まで知ってそうな存在だし、なかなかこんないろいろ話したり、悲しいことも辛いことも悔しかったことも楽しかったことも全部一緒に味わってきた同じぐらいの年の子っていないから、ほんとキュートメンバーだけだから、なんだろう、ずっと一生大事にしていきたいなって思ってます。